ルイス・アーマンド・アビランは、ベネズエラのミランダ州カラカス出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のニューヨークヤンキース参加所属。愛称はアビ。アトランタ・ブレーブス時代2005年に、アトランタ・ブレーブスと契約して、プロ入り。2012年は、AA 級ミシシッピ・ブレーブスで先発を務めていたが、7月5日に、故障者リスト入りしたジョニー・ベンタースに代わる。 左のリリーバーとしてメジャーに昇格。7月14日のニューヨークメッツ戦で2番手として登板し、メジャーデビューを果たした。2013年は75試合のリリーフ登板で5勝、0敗、防御率1.52、ホイップ0.95と大車輪の活躍ぶりを見せた。2014年2月25日に、ブレーブスと1年契約に合意した。この年は62試合に、 リリーフ当板して過剰に恵まれ、4勝を挙げたが、防御率4.57、ホイップ1.57とやや打ち込まれ気味で、前年のような結果は残せなかった。2015年は、シーズン途中の時点で50試合に、リリーフ当板し、2勝4敗、防御率3.58、ホイップ1.20と、復調のピッチングを見せていた。2015年7月30日に、 ヘクター・オリベラ、パコ・ロドリゲス、ザック、バードとのトレードで、アレックス・ウッド、ジム・ジョンソン、ブロンソン・アローヨ、ホセ・ペラザと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。ドジャース加入後は23試合に登板したが、0勝1敗、防御率5.17を記録した。同年の2球団合計の成績は、73試合の登板で2勝5敗、防御率4.05。 ホイップ1.18というものだった。2016年はメジャーでの出番が減少し、27試合19.2イニングのリリーフ登板で防御率3.20だった。しかし、本塁打を一本も許さず、またハイペースで三振を奪って、脱三振率12.8をマーク、負けなしで三勝を挙げると、登場すれば高騰した。ちなみに、 マイナーの AAA 級オクラホマシティドジャースでは33試合のリリーフ当番で0勝3敗4セーブ、防御率4.24、ホイップ1.50、脱三振率9.8を記録、いまいちのピッチングだった。2017年は61試合に当番して2勝3敗、防御率2.93、52脱三振を記録した。二千十八年一月四日にドジャース、 シカゴホワイトソックス、カンザスシティロイヤルズ間の三角トレードでホワイトソックスへ移籍した。2018年8月22日にフェリックス・ポーリーノとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。オフの11月30日にノンテンダー FA となった。2019年1月、3月28日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。 オフの10月31日に FA となった。2020年2月3日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月21日にメジャー契約、8月28日に自由契約となったが、9月6日にマイナー契約を結んだ。90から95マイルパーアワーの2種類の速球がメインで、 特に、ツーシームを投げる割合が高い。変化球は、左打者には73から78マイルパーアワーのカーブ、右打者には80から84マイルパーアワーのチェンジアップを決め玉に用いる。ありがとうございます。